町の梨を発目せよ。ファミコン TV 梨山に舞い降りた六月ね、梨本和也、梨本信樹です。よくさえの山口です。あ、それでよかったか。大和梨園の前田です。満腹農園の中西純一です。真田園の山口真嗣です。大和田高原の方に来ていただくにあたっていろんな梨があると思うんですけども、梨を買われる際にどの梨がどういう味ですよみたいな、甘さこういう甘さですよとか、そういうのを説明してもらえたらと思います。7月後半ぐらいから梨しずくという梨が出てきておりますね、うん、その梨しずくは酸味の方が少なくて、うん、糖度の方が非常に高くて13度ぐらいありまして、食感の方もやや柔らかいと硬いのと中間ぐらいのちょうどいいさっぱりとした甘さになります。要するにめちゃうま香水ですね。誰もが知ってる梨やと思うんですけども、小さい子供さんから年配の方までみんなが大好きな梨やと思います。甘くて食感も良くてちょっと柔らかめなんですけれども、すごく美味しいおすすめの梨です。要するにめちゃうま。20世紀はこの産地の一番の売りの梨でして、甘みはね他の梨には負けるんですけど、特徴的なのはみずみずしさが売りです。切った時にね汁が溢れ出るぐらいみずみずしさと、食べた時のあのシャキシャキ感が他には負けない美味しさになってます。でこの産地の特徴は他の産地のやつ食べてもらったら分かるんですけど、口の中にカスが残るんです。ちょっとねそれがねこの産地の20世紀梨はカスが残らない、最後まで美味しく食べられる梨になってます。要するにめちゃうま。豊水という梨の特徴は大きくなって、そしてとても甘く柔らかい、お年寄り向けな梨です。香りがとても芳醇なのが特徴で、いろんな加工品になってたりするのも豊水っていう梨で、全国で割と一般的な梨です。要するにめちゃうま。あとはですね、9月中下旬からですけども、秋月っていう新しい品種の梨なんですけども、この梨はですね甘さ、酸味、食感、これ全て整ってる、もう個人的には和梨の完成形じゃないかと言われてる梨でして、ただこれがですねまだ数があんまりないので、購入希望の方はぜひお早めにお願いします。その時期その時期で出てる品種の梨が違うので、お好みの梨っていうものを見つけるためには8月も来てほしいし、9月も来てほしいし、10月も来てほしい。なるほど。じゃあこの3ヶ月間でそのさまざまな梨を食べ比べできる、楽しめるっていうところです ね。各店やはりその何かこだわりとかがあったりするんですか？もちろんありますね。おお、もうライバル同士ですもんね、皆さん。バチバチですよ。今でこそこう横で並んでワーワーやってますけど、終わった瞬間バチバチですね。戦場さながら。大丈夫か？足の組み合いとか。イエーイ！タミコン TV！ 他はもう一回全部袋かけてるのもこの辺の産地の特徴ではあります。あパラフィニッシュでしたっけ？そう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 。千葉とか行くと無体で育てる。かけないんですか？ああ、そうなんや。へえ。こういうもんだと思ってましたか？20世紀は絶対かけないとダメなんですけどね。赤梨とかやと、もうかけへん産地も結構あるんですよ。これをだから一個一個手作業でやってるって考えたら、そうこれかけると、これいいんじゃないですか？なんか自問自答しながらやるんで、結構、あ、俺ってこういう考え方なんやとか気づかされて深いですね。そう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 、もうその境地になっていくんで、うん、あ、こうやってこういう考え方しててんな、あ、俺って嫌なやつやなとか、あ、俺ってやつやなとか、いろんな一面が、ね、自分と向き合う時間ができると、そうってしてると一日終わっちゃうんで、うん、おもろいですね。親父の働く背中を見て育つって、です、ね、当たり前なようで結構いいんですよね。こっちからしたら。あ、こういうことして自分を飯食わしてくれてるなと、大きくしてくれたらいいなって、ね、特にこう、後継いだ、後継いだ時に奥にあるからより一層感じました。どういう理由なの？こんな大変な思いしてここまで大きくしてくれたんや、恩返しようって、そのシンプルに思えたと思う。来る人多いですよ。でもそのやりがい的な部分はどういったところにあるんですか？この仕事する前、美容師になりたくて。へぇ、美容師の仕事をバイト時代見えて5年くらいやってて、でその時にお客さんからやっぱりありがとうとか言われるんですけど、
って、その仕事しながらこの家の家業の手伝いもしてて、で、親父が作った梨をお客さんに配達しに行った時に、ありがとうって言われたんですよ。それが、なんか知らんけど、普段もらってるありがとうよりも、なんかね、めちゃくちゃ重く感じたというか、なんか、あ、食べ物作る仕事ってすごいんやなと思って、で、そこからもうパッと辞めてこの仕事をしたいなと思って、あ、そうなんですね。で、やらせてもらったんやけども、その友達やっぱりそのね、やりがい一番はやっぱこう、美味しかったよって、ありがとうって言われる時が、全てが報われる時というか、やっててよかったな。だって一からこう育てていって一個一個に愛着湧いてくるんで、それを食べてもらってありがとうはもうそらね、他の仕事やったらなかなか味わえへん経験かなと思うし。でね、これ何気なしにこう梨あるじゃないですか、やっぱり。これってね、あの冬の時期から こいつらって12、3回のオーディションを勝ち抜いたスーパースターたちなんですよ。どういうことですか？あのね、選定の時にまずこう、イラン味落とされ、とかそういう感じで、こう今までずっとちょっとこいつはあかんなーって言うとこうどんどんこう落とされていって、オーディションかけられていって、で、残ったやつらがこいつらなんで、トップスター、レアルマドリードですよ。あ、レアルマドリードなんですか？レアルマドリード。すげーな。全部がね、勝ち残った、勝ち残った、すごい競争に出てこいつら勝ち残った。だからね、スーパーとかで見た時は、あ、これスーパースターなんやなと思ってくれたら、そんなお鹿たちがどんどん食べていくんですよ。心の声。バカだ。そうですね、梨作りって人作りですよね。ずっと探していた理想の自分ってというのはね、あのというのはないけど。いいですね。のぶちゃんどこだ？ここだよ。この辺やばいわ。めちゃくちゃでかいよな。このぐらいの細さでここまで見るとらすごいですね。ありえへん。これでも、そんなもんかって思うでしょ、結構。これめちゃくちゃ、めちゃくちゃですよ。そうなんや。ずっと悪い薬やってます。来年いつかバレちゃう。シカに教えましょう。怖いっすよ。あこにあるよ。でっかいのあるよ。愛知県の俺へん。すごいな。なんかライバル同士の潰し合い始まってる。裏側が見れます。まだあったかいかな。除草剤撒いておきました。またあの概要欄の方にね、あのそれぞれのね、あの情報等も載ってますんで、また見ていただいて、あの調べていただければと思います。奈良県大淀町にある大和田高原の梨は、要するにめちゃうま。フォロー、ほとんどお待ちしております。よろしくお願いします。